まあ、大体このようにして相槌がトントンと間に入っているのがよく分かったと思います。で最後に2回軽くコンコンと叩いたのが止まれの合図 で、まあ、このようにして行っていくんですが、この動作からあのいわゆる慣用句で使われます相槌を打つという言葉が出ております。2回の、折り返し鍛錬の工程が終わりまして、ここからまたそれぞれの仕事場へ持ち帰りまして続きの工程が行われていきます。